ちゃん。こんにちは、さゆたかさん。月末になると総評が待ってるんですよね。それは決まり事でもないけどね、勝手に決めてることでしょ。そうですなあ、そうです。長いあの収録になってくるんですが、そうだね、今日は総評の中でも月間監督総評、はいはい、12チーム12人の監督を月間で総評、豊さんに語っていただくというものなんですけれども、はい、まずはセ・リーグ8月28日現在なんですけれども、現在首位なのが新井監督、カープの、うん、ということで、新井監督は8月どういうふうな印象を残しましたか、豊さんに。そうだな、まあバタバタしなかったなっていうのを感じがするね、うん、もう馬なりでやってたというかさ、はい、選手に任せて、うん、要所要所でパッポッとしたサインを出し、うん、それに選手が乗ってたという、うん、まあ、そんな感じがするけどね、うん、あとそのキャッチャーで相澤選手がマスクをかぶるときはファースト坂倉選手、あとは坂倉選手キャッチャーにするときには例えばファーストに堂林選手とか、そういったときにキャッチャーの起用っていうのはどういうふうに見てましたか。いや、まあそれはそれなりに、うん、まあ、前半からやってきたそういう起用法でキャッチャーを当てたりしてるよね、うんうんうん、それに関してはもう出来上がってることだから普通にやってたなっていうね、はい、ただまあ坂倉を使ったりだとか、はい、堂林を使ったりだとか、うん、まあいろいろねやってたし、はい、すごくやっぱり柔軟性は感じるよね、うん、あとはあのレフトに中村奨成選手を8月上げてきたりもありましたけど、はいはいはい、まあいろいろやってるよね。そうなんですよ、まあだからいろいろ試しながらとか、はい、まあいろいろやってるけども、うん、そんなに無理もせず、うん、ね、楽もせずという、はい、まあ、普通に淡々とやってたという印象があるけどね。大幅に何か変わることを、まあ、状態も良かったしね、チーム自体が。そうですね、うん、で連敗もしなかったし、はい、だからそんなに無理することなく、うん、やり過ごしてきたなっていう、うん、まあ、そんな感じがするよ。そうですよね、うん、なんかこのセ・リーグの6チームの中で新井監督なんか一番こう落ち着いて無理することなく、まあ、チームが良かったからな、状態、まあ、そんなにバタバタすることもなかったし、うん、いや、もうこれで負けるんだったら負けても仕方ないっていうふうな肝も座ってたし、うん、はい、だから落ち着いてたなというような1ヶ月間だったな。だからまあ9月になったらやっぱこう様相は変わってくるのかなって、少し確かにな、無知を入れてくるのかなと思うけども、はい、でもまあ状態がいいんで、はい、走るこう位置がいいんで、そうですね、息遣いもいいんで、うん、いやだからもうちょっとほっとこうっていうような、うん、まあ、そんな感じでチームは操ってたと思う。でその新井監督と首位争いをしていた監督が阿部監督でした、巨人の、うん、阿部監督のこの8月はどうでしたか。やっぱりやりくりだな、やりくり、エルナンデスが骨折をして、モンテスをどういうふうな扱いをしていくのか、はい、丸吉川っていうのが鉄板に見えたんだけど、うん、ここに浅野が8番で使った時に、まあ、結果を出しながら、はい、じゃあどうするかって、どこに置くのが一番なのかっていう、やっぱこう信じれた月かもわからんな、選手を、うん、信じた月だったかもわからんな。浅野が2打席ノーヒットで来てて、はい、3打席目これ変えるかなと思ったら、その3打席目で結果を出し同点にしたとかね、まあ、いろいろこう浅野もその持ってんなっていうことは感じたけども、うん、でもそれをこう我慢して変えずに19歳なのに、うん、そうですよ、なあ、これをこう使いながら2番に抜擢してみたいな、うん、で2番でもね、使った時にいきなりホームランで結果を出すとか、はい、だから選手を信じた月だったかなっていう、確かに、まあ、そんな感じがするよね。だから井上にしたって、うん、一人前の扱いにしてきたよね、はい、今まではこうなんていうの、まだまだお前こんなところでフォアボールっていうようなことを言いながら、はい、でも8月になって同じようなところでもフォアボール出してもそういうコメントじゃなくて、やっぱ見守るっていうか、だからすごく信じれるようになってきたのかなっていう感じです。選手のことを、それを感じるのが、そのこれまではやっぱ岸田選手がマスクをかぶることが多くてファースト大城選手だったのが、この8月中旬以降からその戸郷投手と組ませてマスクをかぶる機会が増えたっていうところも何かこう考えた、あれも戸郷が言ったらしい、ね、あの指名っていうことですよね。そうそう、ね、まあ、だけどそれにじっと我慢をしてね、どう応えていくのかということを見守ったというか、はい、うん、非常に我慢が効いた月だなっていうふうには思うんです。あと岡本選手がレフト起用もあったんですけど、最近8月終わりからファースト
こでっていうのが多くなってきてるんですけれども、これも何かやっぱあるんですか。やっぱこうあんまり主軸を動かしたくはないっていう、うん、まあ、そういうことはあるのかなって思うよね、はい、まあ監督もキャッチャーをやったりファーストをやったりとか、うん、そういう経験がある、その大変さっていうのは分かってるはずだろうから、はい、でも岡本だったらやってくれるっていう、うん、まあ、信じた部分はあるんだろうね。だやっぱり選手をほど信じるっていう、そうだね、どこにつながりますよね、まあ、そうだね。あとは今シーズン今まで取材拒否をしたこと一度もなかったのが、この8月に1回だけ初めて取材拒否っていう試合もあったりとか、まあ、いらんことを言うよりは拒否した方がいいあ、その方が得策なんですかね、うん、そっか、はい、なんかこうより監督っていうのがこう座ってきたのかなっていう。いや監督としての座りはいいよね、最初から、うん、ああ、ただいろいろ色を見せてくれてるというか、まあ、最初はバントから始まったりだとか、はい、ね、で疑いがあったりだとか、うん、で8月になってやっとこう信頼できるようになってきたのかなっていうような感じをするけど、ね、うん、まあ、毎月いろんな顔を見せてくれますね。そうそうそう、うん、さあ阪神岡田監督の8月です。乱気流だな。乱気流、うん、良かったり悪かったり、ね、エンジントラブルも多分あったと思う。そうでしょうね、うん、いやだからなんて言うんだろうな、理想と現実のギャップがあるというかさ、うん、これこの状態だったら理想に行けるだろうみたいなところが弾かれたりだとか、はい、まあ、してるよね、うん、え、みんな全体的に調子がいいのにこれができないのかみたいな、はい、ポカッとエアポケットに入ったみたいな、うん、そういうところもあるし、だから乱気流に入ったような、はい、まあ、そんな感じだな、うん、だからどこでこの乱気流を抜けるかね。そうか、だからまあ甲子園に帰ってからっていうふうに、はい、まあ、監督が言ってるように、うん、やっぱそこには何か監督の中での期待があるんだろうね。うん、うん、多分あるんでしょうね、何か、まあ、あるんだと思うよ、戦いを戦略だとかも含めてね、うん、はい、だけどやっぱ8月っていうのは良かったり悪かったりアップダウンが激しかったなっていうのもあるし、そうですね、うん、またなんか悩みの種も一つ解消できたかなと思うとまた違うとこから悩みの種で、まあまあそうだね、中継ぎ打たれちゃうとか、まあ、それは目をつぶっときゃいいものが、うん、やっぱ気がついちゃうからねそうですよね、もう目つぶって見ないふりしときゃいいのにさそうですよね、だからどうしても見ちゃうからさ、まあ、その乱気流になっちゃうというかね、あの今月も8月もちょっとぼやくシーンだったりとかが多かったし、監督取材拒否っていうのもまたありましたし、なんかすっきりしない、すっきりしそうで、まあ、話すのは嫌いじゃないからね、うんうんうん、だからまあ、まあ、いろいろぼやきは出てくるだろうけども、まああんまり気にしない方がいいね、選手はやらなきゃいけないことは分かってるはずだ。うん、あとエラーとかに関しては8月岡田監督ってどういうふうに感じてたんですか。もう仕方ないと思ってると思う、開き直る、急には上手くならないし、うん、だからもうこれはもう我慢するしかないって、うん、だけど意識はしてくれと、うんうん、まあ、練習したりだとかね、うん、まあ、そういうことはあるよね、置き去りにしないでくれみたいな、あ、そうですね、そういうのはあるよ、やっぱみんなが見てることだし、うん、まあ、そういうことで指示は出してると思うけどね、うん、やらせろっていう。そうですよね、岡田監督が9月どんな風に発言だったりどんな風にしていくんですかね。いや本当にね、各チームもそうなんだけどもさ、9月になってもう残り、まあ、30試合、うん、そうなってくるとどこで鞭を入れ出すのか、うん、どこで無理をし出すのか、はい、そこだよね、うんうん、各チームそうですね、まあ、岡田監督っていうのは30試合を長い、まだたくさんあるっていう風に考えてたら20試合ぐらいからかなって思うけども、でも20試合だったら今の状況、置かれてる状況だと間に合わなくなる可能性があるから、うん、はい、先にちょっと鞭入れるかな、前倒し、だから甲子園に帰ってからだよね。ああ、そうなるかもしれないですよね、と思うよ、うん、はいはい、さあ DeNA 三浦監督です。8月急火山が爆発したっていうのは、うん、この8月、うん、終わりにですよ、終わりに急に急に、はい、活動始めたという。おっと。そうそうそう、そんな感じがするな。これはこっからラストまで活火山でいく感じですかね。もう一回また戻るという。いやいや、戻っちゃダメだと思うな。うん、やっぱりクライマックスも狙ってるだろうし、はい、ここら辺は諦めてないと思うから、それはもう噴火した状態で、もうマグマができるまで頑張ってほしいと思う。あの、そのマグマはあの主にその、ね、外国人ピッチャー
に対してっていうのありましたけど、これを例えばもちろん日本人の野手だったりピッチャーに対しても例えばエラーだったりとか、なんでそういう、まあ、エラーで怒っても仕方ないんだよね。いやだからまあコーチに気合を入れるとかさ、遠慮せずとか、やっぱりミーティングで選手を鼓舞するような発言ができるかどうかとか、いろいろなことっていうのは俺は大事だと思うよね、これからね、監督の振る舞いっていうのは、その振る舞いの中でやっぱまあ厳しさっていうか、厳しさとはちょっと違うかもわからないけども、噴火した状態になったという、だから噴火のままいけと。そうですね、ただその噴火がチーム状態を一つにする噴火がバラバラにするから、そうなんですよね。マグマが亀裂を起こしちゃったらもう、もう行かない、もうそっち行けないよみたいになるかもわからない。だからそれが9月どういうふうに出るのかなっていう、まあそうだな、うん、だからまあそれでもスタート時点、地点に立ったみたいな、そうですね、噴火でね、噴火でちょっと DeNA どうなるのかっていうのは、まあ、楽しみでもありますけれども、まあ、そうだな、はいはい、じゃあ中日立浪監督の8月です。そうだな、毎試一体だもんな。そうなんです、波になかなか乗っていけないというか、まあそうだね、だからまあどこを目指すかだよな。そうなんですよ、ね、いやだからまあ中日、まあ、はっきり言って A クラスっていうこともやっぱもう大変だと思うよ。そうですね、今あの4位の DeNA と 5.5 ゲームで、さらに3位の阪神とは8ゲームそうでしょっていうのはもうちょっと厳しいのかな。厳しいよね、はい、まあ、それだったら来季に向けてのチームをどうするかっていうことをやっぱりしっかり明確にした方がいいね、うん、でチャンスを与えながらね、あ若手に、はい、うん、だからもう今から勝敗って言っても、うん、まあ一つでも上を行きたいっていうのはやっぱ勝負師だったらそうかもわからないけども、うん、来季に備える時間が他のチームにはまだなくても、うん、うちのチームは早くからあるっていう風に利点として考えると動きやすいと思うんだよね、はい、だから来年やるのかどうかっていうのも、うんうん、やっぱ球団ははっきりしてあげた方がいいと思う。続投かそうじゃないと、じゃないとやっぱこう振る舞いができないというか、はい、だから本当にまだ勝負しに行くのか、うんじゃないよとかもうじゃなくて、いや来季にね、うん、もう準備を本当に今からね気も据えてやるのか、はい、まあ、それは全然違ってくると思うから、チームの動き方が、確かに、うん、だから本当にあの立浪監督が存続できるかできないかっていう、あもうそういうことになってきますよね、クライマックスとかそういうことではなくて、いやいやそうそうそう、うん、それをはっきりしてくれることによって指揮が取りやすくなるという、だからそういうふうにしてあげた方がいいのかなって思うけどね。そうですね、それはまあフロントの方へのっていうことになってきますよね。もちろんもちろん、じゃないとやっぱこう8月も一生懸命戦ったとは思うけども、うん、まあなかなかな、こううまい結果にはならなかったし、はい、でもここからこう好転を生んでいくっていうのは、うん、やっぱ来季どうするかっていうことだけだから、ですよね、だから豊さんは以前の動画でも中日の時におっしゃっていた、じゃあファースト来季誰で行くのかとか、そうそう、じゃあサード誰なんだとか、外野はどうなんだっていうのを残りの試合でちょっと見せてほしいなって。申し訳ないけどやっぱりもうね消化ゲームというか、はい、それはそうなってきてるよ、うん、ただあの他はもう一生懸命戦ってるチームがあるから、はい、それはやっぱこう礼儀として戦わなきゃいけないけども、はい、うん、これは来季を見据えてるのか今季を戦っているのかではやっぱ全然変わると思うんだよね、はい、だからここら辺をやっぱはっきりをさせてあげるという、うん、まあ、それが一番かなというふうに思う、まあ、それが立浪監督にが9月にやってほしいこと、まあまあそうだね、2年になってくるという、そうですね、そうそう、ヤクルト高津監督です、まあ、そうだな、うん、もう堪忍袋の尾も切れたな。そうですね、いやもうね、いや俺高津監督って本当我慢強いなと思うわけ、はい、でピッチャー打たれた時でもこれしょうがないって我慢しずっとしてるんだよ、はい、もう堪忍袋もう尾が切れた。そうですね、あのと思うよ俺、試合でもあの、ね、切れてあの行っちゃった時ありましたよね、もう好きにせえお前みたいな。まあ、お前何回同じことやってんだっていう思いでいると思う、うん、そうですよね、特にピッチャーに関してですよね、うん、いや成長せんのかとか、うん、怒りも込み上げた堪忍袋だよ。そうでしたよね。
だけど、まあ、それで諦めたらもう終わりだからね、うん、だからやっぱ立ち直ってもらわなきゃ困るけどもさ、はい、でもやっぱ期待してる選手たちが投げたら故障とか、そうなんですよ、もうそれじゃ話にならないもんな、うん、岡川選手も一回またね、コンディション不良でいなくなっちゃった、何がもう治ってなかったのかみたいな、そういうことじゃない、いやそれはねチームにとっても白げることだし、うん、やっぱ指揮官がね、うん、一番期待してて、うん、よし直ってきたかみたいな、うん、よし投げろみたいな、うん、それも気使って投げさせてて、うん、でまた故障したって、うん、もう勝手にしろみたいな、うん、もう堪忍袋の方が切れた、尾が切れた感じみたいな、俺は感じになってると思うよ今、そうですよね8月、うん、あとはそのもちろん来シーズンの去就っていうことも今言われてますし、はいはい、いろいろ記事でも、まあ、そうなってくるとじゃあ残りどういうふうに戦うのかとか、うん、やるんであれば続投であればこうだしとか、まあ、どうなんかな、うん、でもまあはっきりした方がいいチームと、うん、まあ、別にはっきりしなくてもいいチームと、うんうん、まあ、中日なんかははっきりした方が俺はいいと思うけどもね、はい、高津監督の場合は、うん、あの功労者だしね、はい、やっぱり優勝もさせてるし、うん、これはどういうふうなことをするのかっていうのは、まあ、高津監督と話し合った方がいいと思うしね、そうですね、だから、まあ、これは難しいと思う、どうしてもやっぱこの時期になってくると月間 の, その監督総評というのがやっぱり5位6位のチームってこういうふうになってきて、いやそれはもうしょうがないよ、勝負の世界だから、そうですよね、うん、それとやっぱこうチームを変えていくのはやっぱこうトップを変えるのが一番早いから、はい、手っ取り早いから、うん、だからそれは手っ取り早い方を取るでしょ、そうなりますね、なるこれは仕方ない、仕方ないですね、それはね、ただやっぱ高津監督っていうのは、はい、優勝もさせるし日本一にもなってるし、うん、功労者だから、はい、まあ、それなりのね不手際がないような扱いは、はい、うん、してあげなきゃいけないと思うしね、そうですね、じゃあ続いてパリーグソフトバンクの小久保監督の8月です、よく選手を見てるな、はい、やっぱ使う選手が働くわ、そうなんですよ、もうそれもね、まあ、上位はね鉄板的な固定で戦ってるけど、うん、7、8、9とか、うん、キャッチャーはそこに入るんだけど、はい、誰を入れるか、誰を入れてもなんかやっぱこう躍動するなっていう、うん、まあよく見てる監督だな、そうですよね、いやだからもう言うことない、そうですね、うん、なんかもうずっと小久保監督に関してはそうですよね、やっぱり今シーズン、まあ例えばその山川が打てるきっかけを作ったのがね、はい、まあ、小久保監督のあの一言だっていうこともあるし、はい、まあ、それは7月だけどね、オールスターの時に、まあ、だけど8月になっても山川継続的にまあまあ打ってきてるしね、ホームランそうですよね、うん、いやだからまあ選手もよく見てるし、やっぱ使い方もそうだし、やっぱいいよね、よく見てるなって、まあ、それにチームに危機感を与えてるというかさ、ライバル多いですね、まあ、そうそう、だからまあだからといって偏った使い方じゃなくて平等に与えながら刺激し合ってるというか、うんうん、まあ、そういうところがやっぱ巧みだなっていうのは思うけどね、そうですよね、まあ、6月7月とかで一旦こう若手の選手を上げてきて使ってみたり、でも8月またベテラン使ったり、そうだね、若手使ったりとか、なんか本当にうまいなっていうのはすごい思いました、まあ、そうだな、うん、さあ2位日本ハム新庄監督の8月です、スイッチが入ったかな、それはそのクライマックスに向けてのいよいよっていうところですか、そうだな、うん、だから先にスイッチを入れたというか、おー、うん、どこよりもちょっと早めに、まあ、早めに、まあ、選手たちが無知入れてないけど走り出したというか、はい、だからそれはねやっぱね裏でのミーティングだとか、うん、新庄監督の声掛けにあると思うよね、うん、だそれでこう走り出したというかさ、はい、まあ、そんな感じがする、うん、まあ、それとやっぱこう見つけ出したというね、見つけ出した、うん、柳川でもそうです、そうですね、うん、あの清宮の4番っていうのもそうだし、うん、まあ、見つけ出したって言ったら、まあ、最初からあったでしょみたいな言われるかもわからないけども、うん、ここだっていうタイミングでやっぱり4番に据えてるし、うん、だからそれがまあ躍動につながってるし、浅間選手も見つけてきましたよね、いやもうね浅間はセンスがある、ね、それはあの子は、ね、新庄監督野球脳があるっていうふうにおっしゃってたので、いやあの子はセンスが高いよ、やっぱりそうなんですね、いやだけどその選手のコメントを聞いてるとね、はい、清宮の前に浅間がいて、うん、セーフティーバント、うん、はい、で一塁に出て、う
先輩の浅野さんが僕にね、うん、そうやってつないでくれたと、うん、だから返さないわけにはいかないとか、うん、まあ、そういうこともあるし、今伊藤大海が感動した時に、はい、嬉しいか嬉しくないかっていうと、うん、まあ、確かに勝ったことは嬉しいと、うん、でも中継ぎを使ったことは心苦しいと、はい、いつも私は、ね、使わないで勝とうと思ってると、うん、それができなかったことは悔しいと、うん、だから嬉しくないのかなって、うん、でもチームが最終的には勝てたことは嬉しい、うん、それに関して新庄監督がインスタでこう拍手を送っているという、いやだからなんかがこうスイッチを入れたがためにチームが一つになったなっていうような、まあ、月だったのかなっていうような感じがする。いい作業ですよね、それは。いやだからそこのこう気持ちを、全体的な気持ちを動かしているというか、うん、これはやっぱこうすごいなと思う。これまでは前半とかは自分がレギュラーのここの位置を取りたいからチャンスもらったら頑張るっていうところから、今はそのフォア・ザ・チームで、この人がこうしてくれたから自分もやらなきゃっていう、 その思考が変わってきてるっていうのが大きいですね。いやだからみんながねやっぱり必死になってる、うん、万波は外されたんだ、はい、あ外したなと思って、うん、どういう戻し方をするかなと思ったら、はい、ここっていうところに戻して活躍を必死にするよね、はい、だからああいう姿勢に選手がさせたというのはやっぱり新庄監督の手腕だし、どこで選手たちのスイッチを入れていくかっていうのをね、やっぱ一人一人の選手を本当によく見てるし考えてるんだと思う。で毎試合一人必ず誰かヒーローが出てきて、まあそうだね、新庄監督がそのヒーローについてインスタで上げるっていうのが何か恒例にもなってますし、9月も楽しみですね。まあ、楽しみだよ楽しみだよ。さあ、まあ、3位にはいますけれどもロッテ吉井監督です。そうかな、まあ、怪我人もあったというところも、まあ、ただもうひたすら我慢だったな8月は。もう我慢しかなかったというかさ、動くにも動けなかったという、うんうん、だからもう本当四面楚歌というかさ、はい、八方塞がりで身動きが取れなかったという、うん、まあ、そういう8月だったら苦しかったと思うよ。特に中旬から終盤にかけて点取れないとか、うん、そうだな、うん、でやっぱピッチャーはそこそこね、はい、まあ、頑張ってるんだけど点が取れないっていうことがさ、うん、一番のストレスだったと思うし、はい、サイン出したくてもヒットの本数が少なすぎるわ、チャンスが少なすぎるわ、サインが出せないんですよね。そうそうそう、いやだからまあちょっと辛かっただろうなと思うよね。なんか一番岡選手が離脱してから一番に池田選手を置いた時があって、その時にファンから結構なんで一番に池田選手を置くんだって言いながら、吉井監督は自分のその打順のスタメンにして、でも明日も池田選手を使いますとか、なんかこうファンの方もこう言われながらも自分の何かを貫き通そうという苦しさというか、まあでも SNS とかそういうことになびいてたらダメだよ、監督なんかできない、まあ、そうですね。でも俺はその時になんで高部じゃダメなんだろうっていう疑問は湧いたよ。あそう、やっぱもう高部に頼るしかないなっていうふうに思ったし、うん、まあ、高部の状態が悪いっていうのは分かってるけど、うん、はい、やっぱり塁に出た時に足が使えたりだとか、はい、走塁の技術であったりだとか、それは高いものがあるから、まあ、高めは悪くたってレギュラーだしスタメンから外れる選手じゃないから、はい、池田は外せるでしょ、はい、いやだけど高めは外せないんだったらもう一番という責任を与えてね、うん、まあ、やらした方がいいのかなっていうふうに思った時もあった。そういうところでやっぱり迷いだったりとか、いやそれは迷うよ監督だと、そらね悩みは深いよ、それと一番近くで、うん、チームのことを一番考えて、はい、その2番目に考えてるコーチたちと会議をして決めてる一番だから、それなかなか言えないんだけど、うん、ね、はい、言えないんだけど、うん、悩みは深かっただろうなと思うよね。8月つらかったでしょうね。まあそこに池田を送ってるのは病んでるよみんなが。あ、なんかそういうもう迷走にちょっと。いやだから俺は高部一番で、高部の位置に池田を入れたらいいのになっていうふうには思ってたよね。あのね、シンプルさがなくなる時があるんだよ、はい、やっぱもう負けが込むと、あ、何かしたくなるんですね。何かしたくなる、いやこいつだったらいいんじゃないって、うん、今日当たってましたぜみたいな、はい、じゃあ行ってみるかみたいな、もうね笑おうをつかむようなことで、
まあ、あるけどね、そういう時もね、うん、まあ、だからまあそれはね、ファンの方も、ね、うん、分かってやってほしいなと思う。ご了承いただきたいですよね、はい。さあ4位、楽天の今井監督です。楽天な、はい、ここに来てあのクライマックスが見えてきました。また自然体だな、うん、今井監督、うん、もうそれを貫き通すという、はい、だから交流戦の時のやっぱいいイメージで、うんうん、はい、そのイメージを持って今井監督が戦っているような感じです、うんうん、じゃあいい時のっていうことですよね。だからもうそれはもういいイメージを沸かせながら戦ってるって、うん、なんかそんな感じがする。いやだからなんか自分を自分で信じたいっていうか、うん、それと選手たちもそれに乗ってきてくれるっていうことを信じながらなんかこう戦ってるような感じがする。うん、うん、だからそのマイナス思考になってもしょうがないという選手たち。そうですよね。そうそうそう、いやだからもうプラス思考でやっぱ交流戦で勝ったように、うん、そういうイメージで戦おうっていう、はい、まあ、そういうのを貫いた月かなっていうふうに思う、うん、まあ、その結果好転してるとは思うけど、ね、あの下の 直下にいたオリックスが落ちていて上にいたロッテも落ちてきたので、綾監督あここ拾えるいけるっていう風なのを今月こういいイメージで戦ってるのかなっていう8月、うん、だからまあもう本当に頼るは交流戦しかないから、もうあのいいイメージですよ ね、 いいイメージはね。あとはやっぱ則本投手のことは気にかけてはいるんですかね。いやそれは気にかけてるよ、うん、それはもうやっぱり初めての経験で夏場で、ね、うん、それで、まあ、相当投げてきてるから、まあ、疲労度もあるだろうし、はい、まあ、そこら辺の緩和というか、うん、まあ、そういうことも考えてる。代わりがいないんだよね、なかなかね。いないんですよ。あ、いやだからまあそこら辺の苦しさはあっても、はい、層の薄いっていうことはあっても、やっぱりやりきらないといけないな、はい、だからそこを逃げさせても良くないし、うん、そこはやっぱ経験上、ね、乗り越えていけみたいな。一応その則本投手セーブ数はやっぱり1位26セーブなんですけども、ね、うん、月間防御率でいうと6点台っていう。まあまあそうだね、まあ、いい時もあれば悪い時もあるけどもね、うん、まあ、6点台っていうのはちょっと多すぎるよな。そうですね、うん、まあ、だからそうだな、まあ、できるだけ出さないぐらい点取ってあげれたらね、あ、楽ですね。いいけどね、そうなんですよね、うん、まあ、だけど、まあ、そういうわけにはいかんだろう、うんうん、今年の場合はね。そうです、どこのチームも点が取れないって悩んでるから、うん、だから、まあ、頑張ってもらうしかない、ね、ですよね、うん、あの自身初監督で初めてこのしびれる9月というのを監督として迎えてくると思うので、でも俺はすごく落ち着いてると思うよ今井監督はね。あ、そうなんですね。まあ、1年目っていうよりも堂々としてる。あ、そういう印象なんですね。まあ、それとやっぱこう策士だよね。あ、それありますね。いろいろあの考えてると思うから、うん、まあ、それはそれで彼に託しておけばいいような気はするけどね、はい、そこに選手たちがいいイメージでついていってくれると、まあ、そうだね、っていうことですよね、はいはい、オリックス中島監督の8月です。去年とはだいぶ違う8月です。歯ぎしりだろうな、歯ぎしりもうベンチですごいギリ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 タコアン食ってんのかってガリ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 、あの結構喜怒哀楽を出すじゃないですか。怒った時はあーっていうのが、いやもうそうなるよ、わかるよ。1年後こういう8月を迎えるとは思ってないですよね。まあね、まあでも、うん、やっぱ優勝した感動っていうのは来てるわね。来てますね、まあ、疲れだとか、うん、まあ、宮城の途中離脱だとか、はい、まあ、山本も行ってるしね、向こうにね、はい、幸也が FA 抜けてるし、まあ、それでもちょっと頑張ってると思うけども、うん、まあ、だけどさ、俺は杉本がね、うん、サヨナラホームランを打った時に監督と抱き合うシーンがあるけど、うん、あんなん見てたら本当に監督って我慢してんだなと思う、激しいしながら。本当ですよね。もうやっとったらみたいな、うん、いや監督がすいませんみたいな、うん、いつも使ってもらってて、うん、なんかそういう抱擁が見れてね、うん、まあでも選手と監督の仲っていうのはうまくいってんだろうなっていうのは伺い知れる、うんうんうん、そうですね。まあでも激しいはしてるよな。してますね。もうたくあんばっかりくてガリ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 、多分ね、歯ちょっと欠けてるかもしれない。欠けまくりだよ今年は。本当にそうですよね。あ、まあでもよく我慢してるけど、まあ、成果としては出てないよね。出てないですね、うん、8月に今シーズン初宗選手を落とすという、宗選手落ちて中川選手落ちた時ももうずっと我慢してたけれども、もう無理だと思って下に落としましたっていうのも、なんかもう、あ、ずっと我慢してるんだなって。もうね、忍耐強いよ中島監督は。よくやってるよあーとか言うけど、うん、
もうね、あれでも極力出さないようにしてるよ。あーとか、ね、いや、わかるよ。あーって、もう我慢してるんだから。うわーとかね、もう、そうそう、ガリ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 たくあん食ってるからたくあんの月だったから。いや、本当にですよね。本来ならやっぱ7月8月でクライマックスこういけるっていう、いや、ね、手応えを感じた時期、いや、うん、これでいけるかなと思ったら落ちるし。そうなんですよ。だから本当にね、乗り切れないというか、うん、まあそういう月だったな。そうですね、オリックス現在もう8月あの後半ですけれども、楽天と 5.5 ゲーム差、ロッテと8ゲームなので、もうあのちょっとね、まあ、ちょっと厳しいけどな。厳しいよ。うん、はい、さあ最後、はい、こう渡辺 GM 監督代行です。古賀が月打った時にもう笑いが出てたからなとうとう、とうとうダメかみたいな、やっぱりかみたいな、うん、あ、まあもうね、うん、スタートでひっくり返ってるから。そうですよね。なんならアキレス腱切ってる状態で今も走ってるみたいな感じだから。そうですよね、うん、それはね、今さら何を言ったってダメだよ。もうまあそうですよね、うん、まあだけどそうだな、佐藤龍世を4番にして、それまで山村が打っててね、はい、じゃあ2人とも来年4番を打てるかっていうとどうなんだろうと思うんだよね、はい、で、光がないんだよね。ないですね。ないいや、だから光を、まあファームでもいないんだろうな、4番候補って、うん、上がってきてないってことはそういうことですよね。なあ、うん、育てて、なんか、いや、もうね、ずっと前から来季を見据えて戦うって、うん、これ来季を見据えたメンバーだと来季もダメだなと思う。確かにそうですよね、うん、いや、それだったら何かを打っていかなきゃ、手を打っていかなきゃいけないっていうね、うん、結局その7月31日までの補強も結局その、2件、まあでもできないよね。あ、できない。そうか、そう、交換要員だったりとか、うん、そうですよね。いや、だからそれは難しかったとは思うけども、うん、まあ、兆しはあんまりないね。ないです。変わってないですね、うん、まあまあ3連勝したとか、はい、あ、そうですね、今季初ね、はあったけども、うん、でもまあ続かないしな、はい、うん、相変わらず点が取れないし、うん、みんな一生懸命やってるとは思うけども、だけど一生懸命やってるからっていいっていうもんじゃないからね。ファンはやっぱ勝ちを望んでるし、結果出さないとです、ね、そうそうそう、いや、だからまあそこら辺は厳しいけども、うん、まあ、だけど来季に向かうだけの光が欲しいな。そうですね、その光は8月、うん、渡辺監督代行にはちょっと見えなかったのかなっていう。いろいろ考えながらやってるよ、うん、鍋ちゃんも。そうですね、だってそうですね、今みたいなチームを体験したことが多分渡辺監督はないんですよ。絶対ない。言ってましたもんね、こんなの俺経験したことがないって、ね、俺は経験あるよあ、言うたらそうですよいや、だけどね、やっぱね、個人が強くなるしかないんだよ、これは、はい、で強い個人が集合団体にならないと、うんうんうん、やっぱね、みんな弱い弱い弱いって、みんなこっち来いみたいな、これじゃダメなんだよね。そうか、個々の意識、個々の能力が上がっていかないと、うん、ただやっぱ本当に今年のドラフトっていうのをしっかり腰据えてやんないとな。そうですね、あとは時期、うん、来シーズン誰が、みんながこっちに流れるけど、うん、このチームには何が必要だっていうことを、うん、明確にしてドラフトしないとね。そうですよ、うん、今まではピッチャーいいのは取ってきてるよ、はい、その分野手がスカスカになっちゃったから。そうなっちゃいましたよね、うん、いや、だから今年は野手だけでいいぐらいのドラフトは、うん、そうですね、もう打てる、将来的にもうクリーンアップ打てるやつをバンバンリストアップして、はい、取っていくしかないな。そうですよね、あとは来季監督が誰になるのかなっていう、今まあいろいろね、多分もうピックアップはされてると思うんですけれどもね、まあ、そうだな、まあ、新しい地の方がいいな、うん、あの OB ではなくてっていう、もうガチガチの違うやつの方がいいと思うガチガチの違うガチの方がいいですか、うん、ガチの方がもう星野選一を生き返らせるみたいな、すごそう、いや、もうコンプラなんだそれみたいな、怖い、パワハラ、何がパワハラじゃボケみたいな、大丈夫かな、そのぐらいのなんか気持ちのあるね、うん、そのぐらい気持ちのある監督がいいな。そうですね、もう一気にチームカラーがガラッと変わりますね、もう行くせついてこいみたいなセーブが全然またね、もうね変わる、
デッドボール佐藤優生が当てられたら、もう一番最初に飛んでって向こうのピンチに投げ込んでいくぐらいの、いやそのぐらいのハードがあったら選手もわあこの監督すごいなと思うよ、うん、信じてついていこう、いやいや本当にそれをずっと押し通せばね、はい、いやまあそのぐらい熱い監督がいいな、そうですよね、うん、いやなんかね監督総評セパお届けしましたけれども、やっぱりそうセパともにやっぱ5位6位のチームっていうのはちょっと置いてかれていて、まあ そうだね、そういった監督っていうのはやっぱりちょっともう8月そして次9月やっぱりもう違うところを見据えてっていうところになってきちゃいましたね、まあ そ, まあ、それはしょうがないよね、うん、もう本当にあの消化ゲームっていう言い方は悪いかもわかんないけども、はい、まあ、来季に向かうというね、そうですね、ことをやっぱり早くやった方が、うん、まあいいよな、そうですね、はい、はい